わからないです。それもわからないです。努力をすれば絶対に合格できるとか、努力をすれば絶対に自分の目標が達成できるとか、それが 100% になったらいいですよね。でもどんなに努力したって 100% にならないんですよ。だからじゃあ努力しても無駄じゃんって、やってもどうせ意味がないんじゃねえかって正直思ったことは何度もありました。でも結局自分の気持ちの着地点で着地した場所は、努力しなきゃ合格率は上がらないんですよ。努力しなきゃ目標の達成率って上がらないんですよね。その確率を上げる術ってやっぱり前に進むしかないよなって思ったんです。だから自分が成長できるんだって、努力すれば成長ができる、学力が上がる、合格率が上がるんだって、それをどれだけ信じられるかどうかだと思います。その気持ちを持ってぜひ冬休みを過ごしてもらいたいです。改めましてどうも、タイチーです。今回はサムネイルとかにも載ってると思いますが、決起集会ということで、冬休みの勉強のポイントとかコツみたいなことは全く伝えません。もう手短に皆さんがこれを頑張るぞっていうその気持ちのまとまった固まった場所にしたいなと思って今回この動画を撮っております。やってほしいことは2つあります。で、まず1つ目がですね、多くの方が今冬休み直前かと思いますので、冬休み目標を決めましょうね。で、決めていただいたらそれをコメント欄に書いてください。ここで1つ個人的なお願いがありまして、受験生の方はもちろんね、勉強のことだけになる時期なのでそれでいいんですけども、それ以外の方、例えば1年生2年生とか、小学生の方も見ていただいてますし、あとは社会人の方とか、主婦の方とかでもいいんですが、その勉強関係の目標プラスそれ以外の部分も何か立ててほしいんです。例えば毎日筋トレをするとか、ストレッチをするとかでもいいですし、本を何冊読むとかでもいいですし、あとはもう漫画とかアニメとかでもいいです。見てなかったアニメを全話見るぞとか、それでもいいんです。で、なんでそれでいいかっていうと、年末年始って、多くの方が経験してると思うんですが、やっぱりまったりするんですよ。時期的な問題もあって、バタバタしますからね。それもあってまったりしやすいんです。で、その例えばなんとなく漫画を読んだってするよりは、もう最初から全巻読むぞって決めて読んでる方が目標を達成してるんですよ。で、その方がちゃんとメリハリつけて時間も使いますし、ダラダラしないんで、メリハリつけられますし、漫画であってもやると決めたことをちゃんとやったぞっていう達成感も味わえるので、どうせ読むんだったらそっちの方がいいんですよ。自分自信が持てるので。なので、その勉強関係のことプラスそれ以外の部分もぜひね、強制ではないんですけど、思いつく方はぜひそちらも書いてみてください。そして2つ目がですね、皆さんコメント書いていただいたらそれをスマホでスクショを撮ってください。で、スクショってこうサイズをこう変えられるので、自分のコメントの部分だけを切り抜いて、それをぜひですね、スマホのロック画面の、それが待ち受け画面に設定してください。もしかしたら、そこは推しがいつもいるとこだからってね、思う方もいるかもしれませんけど、冬休み2週間です。2週間だけ私にください。戻していいんだから。それが早めに終わったらもう推しに戻していいから、いいんで。ただその目標を達成するまでは私にください、その場所を。で、なんでかっていうと、いつもよく言ってきましたが、人はですね、目標が目に見えるところにないと忘れちゃうんですよ。だからどうしてもね、もうスマホは譲れんという方は、それをプリントアウトして、机の前とかに貼るんでもいいです。とにかくすぐ目につくとこに置いといてください、自分で立てた目標をね。そうすることで目標の達成率はかなり上がります。逆を言うと、それをやらないと達成率がかなり下がってしまいます。自分で立てたこと、自分で決めたことがやり抜ける、この経験をぜひ冬休みに体験してください。そして最後に、私の冬休みの目標を皆さんと共有させてください。で、皆さんにも関わること多いと思いますので、ぜひ動画最後までお付き合いいただければと思います。では1つ目です。12月25日が一応冬休みスタートという感覚でいるので、25日から冬休みが終わるまで、ちょっと終わり設定は後で決めます。1月8日あたりにしようとは思ってるんですが、そのあたりまで受験対策動画というのを毎週土曜日に今投稿してるんですが、それを毎日投稿します。受験対策動画の毎日投稿、これが一つです。で、今詩集っていうのをメインでやってるんですが、詩集じゃない時もあります。なのでちょっと分野とかは分かれるんですが、1日1本必ず投稿するというのをやっていきますので、まずそれが1個目の目標です。そして2つ目、
これは新コンテンツになるんですが、皆さん YouTube でショートという動画、まあ多分知ってる方多いと思います。短い動画をショート動画っていうんですが、私それやったことがないんですけども、それを12月25日からショート動画、これも受験対策です。受験の問題をショート動画にしたやつを新規で撮ったものです。今まで撮ったものを切り抜くのではなくて、新規で撮ったものを毎日投稿していきます。これも2つ目、つまり、普通の受験対策動画とショートの受験対策動画の毎日投稿を2つやっていきます。これが目標です。大丈夫でしょうか。まあ、言ったからには絶対やってみせます。で、これはですね、ちょっと目標とずれてしまうんですが、自習室に関してお知らせがあります。で、自習室も毎日と言いたいとこなんですが、うち2人息子がいて、息子も冬休みに入るので家にいるんですよね。で、それを時間をこう全部こうね、彼らのなんだスケジュールを私に合わせてもらうのはちょっと申し訳ないので、毎日は難しいです。難しいんですが、基本的にできる限りたくさんやっていきます。で、この自習室の時間をちょっとずらしたくって、今まで夜の10時からやっていたんですが、基本的に午前中に移します。で、午前中まだ時間確定してないので後でお伝えしますが、多分8時スタートになると思います。8時から9時、この時間でやっていくことが増えます。で、夜に関してもできるときはやります。やります。ただ、基本的には午前中がメインになるっていうのをちょっと押さえておいてください。まあ時間とかは多少ね、変わるかもしれないんですが、午前中に自習室が増えるっていうのをぜひ頭の片隅に置いておいてもらえれば嬉しいです。ただですね、ここで言うとお願いがあって、自習室、今までこう作業をね、一緒にやってきたんですが、動画を毎日投稿する関係で、撮影をしないと間に合わなくなるっていう事態が起きます。で、私基本的に午前中に撮影することが非常に多いので、もしかしたら作業をする時間もあると思うんですけども、自習室の時間にミュートにして動画を撮ってることもあると思います。だからまあ普段私が動画を撮ってるところがミュートで映る。本当は止まってた方が皆さん集中できると思うんですけど、私動いてるとね、気にかかると思うんだけども、画面の先ではなんか背中を向けてね、こう動画をいっぱい撮ってる人間がいる状態の自習室になることも増えるかと思うんですが、そこはちょっとご容赦ください。そこをずらさないとですね、多分回らないんです、私が。なので、そういった形になると思うんですが、できる限り、自習室やっていきます。年末年始なんて関係ないよ。やっていくからね。なので、ぜひお付き合いください。ということで、今回の決起集会は以上となります。ぜひね、皆さんが気持ちを込めて立てた目標、本気の目標っていうのを、このコメント欄に書いてください。で、今回に関しては、全件読ませてもらいます。全件読む。全件読んでスタンプをしていくから。後で書いたものは抜けるかもしれないけど、人は許して。でも、皆さんが心を込めたやつ、で、自分も今心を込めて腹をくくって立てた目標を発表しましたので、ぜひ、冬休みが終わった時に、お互い、やりきったねって、成長したね、前に進めたねっていう、冬休みにしていきましょう。はい、ということで、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。来週月曜日も普通にこの喋る動画を撮っていきますので、よかったらそちらもぜひお付き合いください。では、明日からじゃない、間違った。今日から1週間頑張っていきましょう。それじゃ、またね。バイバイ、頑張りましょう。